こんにちは。漢詩を読んでみませんか。浜中仁です、今回は前回もですね紹介しましたですね、漢女牧野54に見えるですね李陵の詩というか歌ですね。万里を行き砂漠を渡り君の将となり郷土に振るう、日極まり絶し詩人、砕け詩集滅びなすでにおつ、老母すでに死し、恩に報いんと欲すといえども、はた、伊豆国か、貴賤。ですね。読むと思います。ですね。ですね、これについてですね、参考になるのがですね、吉川晃司郎述黒川陽一編というですね、中国文学史、まあ、吉川晃司郎さんが、語って、ですね、それを、まあ、黒川陽一さんという方が、まあ、編集されたものなんでしょうけども、そこにね、まあ、紹介されています。ちょっと、わかりますかね？ここが、そうなんです。まあ、ちょっと、見えないんですけどね。この、ですね、ちょっと、見えますかな？ちょっと、どうでしょうか。その部分ではね、ここの部分、将軍の将という字ですけども、これをね、まさに伊豆国か貴賤とはすると。まさに伊豆国か貴賤とはすると。つまり、再読文字ですね。まさに、んとすというですね。そういうふうに読んでいます。でもこれはやっぱりね、旗と読まんとあかんと思うんですね。一回先生、これは旗と読むんでしょうか？どう読むんでしょうか？そういう時は旗と読むのか、どうか、旗と、困るんだけれども、というふうにですね、人をはぐらかす方だったんですけども、ですね。以前ね、私これ吉川晃司郎全集ですね。この三国陸長編という、本の中のですね、中にですね、ここにはね、原石の英会詩についてというタイトルのですね、ちょっと長い文章があるんですが、そこにですね、最後から2番目の句ですね、ちょっと見えますかな、ちょっと私は見えないんですけども、徘徊して、はた何をか見るとですね、徘徊してはた何をか見ると、というふうに、この将軍の将をはたと呼んでるんですね。ですから前一回先生から吉川先生はこの将軍の将という字をはたと呼んでいるよというね、それに従いなさいというふうに言われたことありまして、ですね。ですから、まあ、旗と、ですね。吉川晃司郎述の、こっちの方は、まさに、んと、すというふうに呼んでるんですけどもね。旗と呼んどきやというふうに教わったことがあるんですね。
これ国訳漢文大成の門前ですね。これ大変古い本なんですけども、ですね、ここに、ですね、英会史ですね。原石の英会史のですね、書き下し文が載ってるんですが、そこにはね、徘徊してまさに何をか民とするというふうにですね、読んでます、ですね。まあ、それを、まあ、吉川晃司郎さんは、まさに、んとすっと、じゃなくて、はたと、ですね、読み替えて、おられるということですね。ところが、李瓢の詩、歌は、そういうわけにいかなかったと、いうことです。まあ、ですね、これについてはですね、陸法王鑑賞というですね、これは、まあ、川上はじめさんのですね、本なんですけども、ですね、そこに取られているですね、詩にですね、ここですね、唐詩を読むと、ね、唐延明の詩を読む、唐詩を読むというところの最後の句ですね、これね、我まさに、タレと共にか、貴賤というふうに読んでます。ですね。でも、それについて、一回先生が注をされていて、その注にはですね、どれやったかな。まさにということについては、持って、あるいは旗と読むと。ですね。見えますかな？ここなんですけどね。ですから、まさに、んとすというふうに読まずに、持ってか、旗とか、そういうふうに読みなさいというふうにですね、注しているんですね。まあ、そっち、だからその方が正しいんだろうと思うんですけども、その一回先生も、ですね、不統一なところがあって、ですね、これ、一回先生、著作集の第2ですね、第2冊なんですけども、そこにですね、陸法を読透視証拠というですね、題の文章を書かれています。そこに引用されているのが、先ほどのですね、透視を読むというですね、詩です。これのですね、最後のね、ここ、最後の句なんですが、ここがね、我まさにタレと共にか貴賤というふうにですね、これまさにと呼んでるんですね、旗と読め、持ってと読みなさいというふうにですね、こちらではやっているのに同じ人がご自身の文章では、まさにと呼んでるね、旗と呼んでない、まあ旗と私も困ってしまうんですけども、まあですね、これはやっぱり疑問詞の前にあるやつはですね、旗と読みましょうとね、いうふうにですね、考えていいと思います。まあ小語の小ですね、再読文字で、読みたいというね衝動に駆られるんですけども、まあ旗ね、疑問の時は文の時は旗と読んだ方がいいと思います。今回はですね、そういうことを指摘させてもらいました。旗と困りましたね。最後までご視聴ありがとうございました。